バーン。まあ雨天コールドということで、7回終了時点のスコア3対1、1対3で、ジャイアンツに負けました。まあ正味8回9回やっても、まあ点差はね、変わんなかったろうなっていうふうに思いますけども、いやーちょっとマジでちょっともったいねえわ。もうちょっとタイガースが粘って打ってたりしたら、7回の裏にね、もうちょっと粘ってたらね、まあ7回の表に2点取られて、7回裏の攻撃もうちょっと長ければマジでノーゲームあったよ。いや、まあ、ノーゲームあった。まあ、結構、正直で6回裏ぐらいからめちゃくちゃ雨強く、もう画面越しでも、テレビの、画面越しでも、もうわかるぐらい雨ひどかったんですけど、いやーね、まあ、7回に突入して、で、7回の表に、いや俺嫌な感じしたんだよな、正直言って。6回裏すげえ雨降ってきたじゃんって思って、だから6回裏終了した時点で俺はちょっと雨でもうやめると思った。試合やめる、中止になるかなっていうふうに思ったんですけども、中止っていうか、まあ、一旦試合止めるかなっていうふうに思ったんですけど、まあ7回表も決行して、まあ結果2点取られて、まあ守備の乱れ、まあエラーだよね。まあ正直7回のエラーはちょっと、まあサトテルね、まあナイスバントだったから、まあランナー1塁の場面、そうだから今日のもう本当にね、西勇輝はもうほぼ完璧なピッチングしましたよ。完璧なピッチングしてて、で、7回に、初めて先頭バッター塁に出したんですよ。7回。土砂降りの雨の中。もう俺その時点でちょっと嫌な感じしたんだよな。で、その後に、あれは誰だったかな？門脇じゃなくて誰だったかな？あ、吉川直樹だ。吉川直樹がセーフティーバントして、めちゃくちゃいいところにね、まあ、やっぱ雨も降ってるしね、いい感じに打球も死んで、で、サトテルの悪送球。内野安打プラス悪送球でね、まあ、ピンチ拡大して、まあ、その後打たれてみたいな。結局ちょっとエラーね、サトテル、今日2個したのか。いやーもったいなかったな。本当にいいピッチングしてたからね、西勇輝。そこと、あと連打で点取られただけだからね。連打っていうか、連打で2人にね、ツーベースヒット打たれただけだから。いやーあのピッチ、やっぱね、いやー西勇輝でも安定感あるんだけどな。ああ、なんかうまくいかないな。今日はやっぱり初回にね、いい形で点取れて、そこであるかなっていうふうにも思ったんだよな。思ったんですけどね、もう大山、今日マルチか。大山マルチさ、そして中野に当たり戻ってきました。中野今日もね、3打数2安打。いやー、バッティングの方はね、いや、バッティングの方は、今日の試合も、まあ、今日7回まででしたけど、ヒットがタイガース7本。で、ジャイアンツは、6本なのよ。だから、タイガースの方がヒット打ってんだけどね。いやー、タイガースの方がヒット打っているんだが、負け。昨日までと逆だね。昨日とか、タイガースよりジャイアンツの点、
タイガース、ジャイアンツの方が、ヒット打ったけど、タイガースの勝ちと。うん。いやー、で、近本 15?15 15試合連続安打。えぐいね。多分、長嶋茂雄のね、プロ入りから6年目までの、ね、最多安打記録まで、あと20本ぐらいだよね、確か。うん。多分試合数的には全然不可能じゃない数字なんで。うん。そこはお願いします。マジで。うん。今日門脇2個エラーしてたっけ？そうだ、そうだ、門脇のエラー、今日2個見れて、珍しいなとかね、思いつつ。うん。まあ、サトテルは結局エラー、そこは、今日は1個だけだったけど、なんか、スクイズ。門脇が誰かがスクイズしたところね、まあホームにグラブトスしたけど、まあちょっとあれファーストに投げるって判断でよかったんじゃないかなとか思いながら見てたけど、まああれは難しいところだからね。うん、まあ無理する場面なのかもしれないけど、うん。はい、いやー、ちょっと、これで、首位の、今日カープも勝って、まあ、とりあえず首位のカープと 5.5 ゲーム差。巨人、2位の巨人と5ゲーム差ですか。うん。はい、もう終わりー！はい、もう。もう終わり！もう、ちょっと今シーズンあれっぱきつい。もう、10連勝、11連勝。そういうレベルのね、7連勝1負けしてまた7連勝みたいな。もうそういう爆勝ちしないと、もう無理ですね、アレンパ。うん。まあアレンパばっか言って、やっぱり優勝ずっとやっぱり、ねえ、優勝に向けてやっぱ応援してましたけどもね、まあちょっと、3位にとりあえず入ればいいやぐらいの気持ちで応援した方が、まあ気持ち楽なのかもしれないですけどね。うん、ほんと、カープは負けないね。マジで。うん。強いわ、カープ。うん。あ、日曜日タイガース強いのに。日曜日負けて。はい、そんで、まあ来週からね、まあドラゴンズとヤクルト、まあ3連戦始まりますけど。うん。いやー、まあ、回なんで、まあ、しっかりもう全勝する勢いで。うん。まあ、普通に 1.5 ゲーム差で、ベイスターズが4位についてるんで、うん。負け落としていい試合なんか、1試合もないんで、ね、ほんと、うかうかしてたら、全然、まあ、残り試合数的にも、ベイスターズが、にまくられる可能性とかもね、ありますからね。うん、ちょっとそこだけ、うん、警戒して。はあ、なんとかね。まあ、ちょっとまあ、いい状態で、なんかポストシーズンをちょっと迎えられるようにしたいですね。はい。ということで、今日のがいいじゃないです。ちょっと髪の毛爆発してたけどね、今日。すいません。はい、今日試合、雨天中断になった時、一瞬寝てたんだよね。ということで、まあ今日の動画以上になります。まあまた、はい。勝ち試合で、来週は勝って、勝ちまくって、吉を押しまくりましょう。よいしょ。チャンネル登録してほしい。